ホテル指定すんだったらデリバリーって書くな。ホテル指定すんだったらデリバリーって書くな。すぐ行ってることはいないです。ああ、わかりました。ちょっと待ってください。ちょっと待ちが長すぎて。ああ、そう。安いとこダメですね。ある程度値段上げて。あ、もしもし。あ、サイト見て電話したんですけども、一番安いアングラー開始してるんですか？はい。あ、これってホテルは指定みたいな感じ。ああ、そうなんですね。わかりました。あ、じゃあちょっと大丈夫です。ホテル指定ってクソですね。意外とすんなり決まりませんので。そうそうそう。値切が。値切が厳しい。これね、エスカレーターです。サイト見て電話したんですけども、やっぱ一番安いプランにいくらですか？ああ、わかります。これってすぐ取れます。新宿の。それじゃあ先ほど。あ、レンタルの入らないですか？あー、わかりました。ありがとうございます。はい。店舗指定、店舗が指定だったんです。保険まで入れないとちょっとダメみたいです。なるほどね。ちょっと手放しな。嘘でもデブでも誰でもいいんだよな。とりあえず呼べれば。呼べれば誰か。20分でいいんだよ。大久保公園行って。いや、マジで。あいつら引っ張ってきた方がよっぽど。ちょっと、店が全然ないっすね。やっぱ地味にしますよ。ホテル指定するんだったらデリバリーって書くの？一番ちょっと短い時間で、はい、新宿。前方一回出てる。ああ、はい。それで、あ、ライブハウスの、はい、1階ですね。エレベーターで上がってみるわけ。はい。あれ、場所をちょっと、あ、はい、お願いします。車で。車では行きます。部屋には行きます。あ、ちょっと一緒に歩くぐらい。あ、そうです、そうです。もう全くなしに。はい。すぐ取れます。はい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 。デリヘル運営にする。電話が終わり、オタクはせかすように物販へ向かう。3回も断られたのもあり、我慢できなかったのだろう。ライブハウスに緊張感が走る。そして彼は口を開いた。もう一人連れてきました、と物販スタッフは遅えよとだけ答える。彼女の額に汗がにじむ。スタッフと目が合った彼女は何かを諦めたような表情をした。スタッフは淡々と紙にチェックをし確認しました、と放った。そして物販を送らした彼は彼女にこう告げた。ありがとうございました。もう帰ってもらって構いません。目を見開く彼女。そう、本当に招待者要員として呼んだだけでプレイは一切しなかったのだ。彼女は驚きを見せるも軽く会釈し、笑顔で今度はもっと楽しもうねと彼の手を握った。思わず俺がときめいてしまった。今ので彼女は料金分の仕事をしたと思う。彼女は出口前で終了の電話をし、どこかへ立ち去った。30分後にオタクの手を握ったその手で、知らないおじさんのおじさんを握っていると思うと股間が熱くなった。彼女を見送った彼は満面の笑みで、JK 地下アイドルとチェキを取り始めた。2ショットサインあり1500円、電子決済1600円の方が価値がありげな顔つきで、JK と会話している。今日も日本は平和である。